ってはい、タイのさばきです。うわ、大きいね、これ。うん、これ養殖もやろうか。いや、自然よ。自然ね、釣ってきたわけ。今日釣ってきたって。旦那が釣ってきたは。すごいな。お母さん、ちょっと変わろうか。変わってもうか。砂漠をか。刺身するけ。うん、だけどちょっと練習で、とにかく。仕切らんから。あの、見とったらして、私も家ではしたことなかったとき、うん、見とったらね。うわ、すごいね。うわ、うわ、ほら、身が。ほら、焦げとるって、普通は。手が分かんないじゃん。おばちゃんぐちゃぐちゃしとったけど、これが美味しいとこで、腹べで。ああ、釣り行ってくるけね、うん、もうすぐ来たら。この後は釣るね。いや、せんキスとかコシカリ、アジ、大体この3つ、さばき方覚えない。うわ、鍋にするときは鍋にするか、あんたちが。これは刺身がいいやろ、うん、ちょっと待って、ゆみさん、これをここ上置いて、そのまな板、うん、これの下、うん、どっちでもいい。お父さん、庭あれ片付いたろ、うん、綺麗だったろうが、片付けたけ、タイが来たとばいいえに、うん、ありがとうちゅうて、榊がね、お父さん、片付けたけ、今日あん、山椒抜いたけできんの。言いたい、あんまり使いせん。言いたい、もうお父さん諦めんね、もう。みんな我がせ、うん、もうこれ切っとったら、逃げたらこれポロッと外れるけね、うん、味噌汁するとそれを。これ、うん、水門、水門にすると、あ、水門美味しいね。水門でも、うん、身がいっぱいついてるっけ、骨に。あ、ちょっと切らして、切ってみる。ちょっとどんなもんか、ちょっと待ってね、これの。はいはい、頑張って、少しでも仕切らんけね、うちは、うん、練習をしとかんといけない。左利きやった。これをこう叩いちゃうと、ねえ、うん、そうそう、切れんじゃろ。ポーンと、いろいろ叩いてね、こうやって。そうそうそう、それでもう鍋に入れたらちょっと取れるし、うん、ちょっと練習しながら取って、一人で後半生きていかなきゃいけない。頑張らないけん。手を切らんわ。ひるみちゃんはパスタが入っていいか。これこうで、うん、ここはそこで終わり。ここで、この辺、この辺で終わり。手を切りました、うん。あね、ここをここに持ってくるようにして、下切ったらよう切れる。ここ？うん、そこで。あ、ここでね。あ、切れるやん。すぐ切れる。ひろみちゃん、コンボールを取って。はい。大きいやつ？うん、切って。あ、ボールだけでいいですか？うん、ボールだけで。これは刺身でしょ？うん、刺身でしょ。で、これが大きいけね。うん。これをね。あ、そこでね。ここで切って、切ってますね。で、大きいけ、うん、これやったら鍋でしやすいやな、うん、骨ごと、うん、骨ごと。で、皮
おばちゃんが身がいっぱい残しといて。わ、いっぱい取れた。これ刺身、うん、刺身してもうか。これまだ綺麗に骨はあん、あのごめん飛んだよ、うんうん、な、今頃寄ってきて教えてもらおうって、もう間に合やせんぞお前や。ちょっと、ああ、切らせんように、包丁を切れる、研いどかなできんじゃないと。お父さん研いど、研ぎよっと、うん、今も、うん、研ぎよっと、私は。ああ、あ、今日は鯛の水門がいいね。そうじゃなくて、明日じゃない、怖くて水門がいい、うん、水門がいい、水門と刺身で食べればいい、うん、水門美味しい、鯛のね、うん、明日でいいですよ、お母さんも終わったんで、ここで炊いたらいい、洗濯、うん、別に炊く、あ、お母さん炊いてもらっていいんですけど、もうご飯食べたんでしょ。食べてないよ。あ、食べてないんですか、うん、じゃあ食べたのかな。この頃遅いって、お父さんがね、まだいらん言うて、うん、一番あっち端のね、はいはい、鍋を取って一番やったの、はい、はい、はい、大きい、それそれ、はい、ちょっと待ったね、これを、あそこに置いたら汚い、よし、これがね、林切らんもんね、角煮で、角煮で このままで甘辛くにつけたらいいんじゃない。どげよ、もう広いさ、うん、これで仕切らんもんね、あの人はするもんね、これを。平井さんはやっぱ専門やけ、これこのままにつけようか、うんうん、ね、明日で、うん、なんかビニールかな、なんかボールがあったじゃない、ボールでいい、ビニールじゃなくていい、ビニールでもいい、ビニールはこっち、ビニールはそっちにある、そこに大きいのが、で、大きい方に、うん、刺身してもうね、うん、これまたね、当たらんよ、まだそれきれいにキッチンペーパーでまたせなきゃいけない、せなきゃいけんことがあると、うん、あるよ、あ、それスキンやってスキン、はい、はい、刺身はこっちだね。これを、はい、水素水入れてお湯を炊いだしやで、こっちしか使えない、そうです、ご住所の名前、そうです、下に、あの、そこ下、あ、上にある白い皿、白い皿、そうそうそう、白い写真、
つ肌では取った、うん、ちょっと大きいね。皮がついとった方がいい、どっちがいい刺身。皮ついとっていいよ。え、皮ない方がよくない？うん、ない方とある方と作った。じゃあ、ね、刺身にしたらちょっとにしかならんけど、ね、この真ん中骨を取ると大根して。皮なしがいいかもしれないね。うん、皮なし、うん、皮なしにしようね。うん、皮がね、私食べたら好きやけど。あ、ごめん。真ん中骨を取ってね。そしてこの切り目がこう切ったらできんとよね。うん、こうしてほらこう。こうなっとるやろ、うん、筋が。それでこういう風に切っていく。これは。お父さん、ちょっとテレビ音を消してもらっていい？著作権の問題があって忘れちゃった。著作権問題があるけ。わりわり。これがちょっと刺身ができるまで。音楽は流れてなかったよね。音楽は著作権がすげえあってよ、お父さん。うん。大丈夫、大丈夫。ちょっともう終わるけ。これもね、こう向きに切って、こう切ったらほら、からバラバラになってきたり、こう切ったらほら、切らしてください。はい、どうぞ切ってください。もうどんどん若いもんにさせていかんと。こうやろ。そうそう。ね。そう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 。ね。うん、何でも洗った。こっちから俺の場合、こっちをこうしたらいいですよね。そうそうそう、あ、そうだ。左利きやけね。うん。マジで。もちっともちっと切ったら、ね、それぐらいにして、あとはお母さんに切ってもらったほうが。こんなもん？嘘です。こんなもん？茶漬けがうまいですね。私、はい、教えて。明日でも大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。明日炊いちゃう。今晩から漬けとくとった。ごまと醤油と。そうそう、刺身醤油で漬け込んどったらいいと。あと染み込むやろ。うん、それでこう。お上手に切った。うん、並べておくと勉強しやでけんね、こんだ。うん、ぐちゃぐちゃちんちん。で
お、刺身がほら、こんなにできてます。こちらにもう入れとっと、それまだよ、空っぽ、限ってきたらね、うん、魚入れっと、はい、キスと、今やったらキスが来るけね、キス釣りってくるけ、朝、うん、うん、夜はなんかね、プロじゃないと難しい、味が夜はね、食うというね、お母さん、夜でも味はね、うん、ルアー釣りで、上手やね、やっぱ。これだけもらおうかんだし、水門もすぐできる、あの鯛茶漬けしたらいいね、うん、これ鯛茶漬けしました、鯛茶漬けのこんな小さいところ漬け込んだ、うん、これ私たちがもらうけど、それだけでいいですか、うん、これでいいよ、なんか、いやもう鯛の刺身にあとは、うん、うん、ここで、はい、お刺身です。ありがとうございます。